翻訳劇は多分初めてなんですよ。普段自分が恥ずかしくてできないようなことにも挑戦していかないといけないので、まあ、今回 も踊りもあり歌もありラブシーンとかもあったりなんとかしちゃってまして、はい、高いエネルギーが持ち上げるんでかなりエネルギッシュですね邪魔しないように邪魔しますけどもお願いします、ね、とにかく人数がたくさん出て本当に一人一人に人生が見えるような作品になっていると、すごくエネルギーがある時代だと思って、まあ、そういう本当に人のあったかさとか生きるエネルギーがすごく溢れてるような作品だなっていう印象があります。基本的なものは映画の台本になってますけど、映画とはまた全然違う、同じようなものやってるでしょうね。そうですね、どう転ぶか、うん、あのやってる人間に近い脚色がされてる、うん、そうしますね、うん、この作品結構映画の根強いファンの方がいらっしゃると思うので、それを期待して見にいらっしゃると思うんですけども、多分もうその原作を超えた新しい魅力をいっぱい見せることができると思うので、楽しみにしていてください。いろんなことが毎日ありますけれども、本当にこの作品を見て明日から頑張ろうと思える作品だと思うので、